荒井育之助明治42年7月19日は、江戸時代末期の幕臣。明治期の官僚。初代中央気象台長。陽名は育之助。意味名は、玄徳、後に、権利とした。なお、明治5年間、開拓師版、英和大役辞書の序文書名では、自分の名前を育之助ではなく、香る一文字で表している。八田堀慶三 天保7年4月29日、江戸、湯島天神家上津大長の組屋敷に生まれる。父は、幕府御家人で後年に、関東軍大付の大官を務めた、荒井清兵衛で、幾之助は長男。陽名は、幾之助で、祖父、荒井清兵衛の陽名にちなむ。荒井家は、幕府の御家人で、代々小不信法を務めている家柄。幾之助出生時の荒井家にはひいばば、 祖父母、二人のおじ、一人のおばが同居する、大家族であった。七歳より、林家に住むむむかさ孝太郎やおじのやたぼり三を、師として、漢学、儒学を学び、素読を始める。八歳で昌平坂学問書金番組の内山、孝太郎に入門し、内山の支度で素読を行う。幾之助は、素読を嫌い、十三歳で、素読吟味を済ませたという。十四歳で、 湯島の昌平坂学問所に入学する。15歳より、向笠幸光太郎の勧めで書家の関行江に書道を学ぶ。12歳より、叔父の勧めで、下谷岡千町に道場を持つ直進陰流の石、川瀬平次に剣術を学び、日置流、友の道節派といわれる、宇都の十郎在門から休日を学び、神田橋の渡辺貞十郎から、高来流八条家の馬術を学ぶ。 18歳より西洋法術を学び始め、20歳で幕府出資、三つくり原歩の下で蘭学を収めた後、軍艦総連書教授を命じられた。公開術、測量術及び数学にも通じ、1857年から幕府軍艦総連書で、軍艦総連、測量、洋算を学び始め、1860年から校が、言語とともに高等大数、高等機化、 微分析文学の研究を始める。文久2年9月には、軍艦総連所陶取に就任、松平春学や徳川吉信ら要人を船で大阪まで送るなど重役を果たしていたが、源氏元年4月に公部所陶取を命じられたため海軍職を一時離れ、慶応元年には、不評差しず役陶取となり、横浜で大鳥圭介と共に、フランス式軍事練習を受け、 慶応3年5月には、不評頭並みに進級した。慶応4年1月に、軍艦頭を命じられて、海軍職に復帰、海軍副総裁、榎本武明と共に新政府軍支配下に置かれた、江戸を脱出、函館戦争に身を投じることとなる。函館政権下では、海軍武行となり、宮古湾海戦を呼び、函館湾海戦に奮闘する。降伏後は、 東京で2年半国中生活を送り、英和大役辞書を完成させる。死刑を免れて、榎本らと共に開拓士の役人として、新政府に出資。1872年に開拓士り学校校長心得を務める。ワッソンらと北海道の三角測量を行う。明治10年、内務省地理局配属。全国大三角測量計画を計画。 1877年の東京数学会社の創立時の社員。気象学、翻訳に励み、後に、明治20年に、新潟県の英明寺山において、回帰日食の観測を行う観測隊を率い、観測隊に参加した杉山正春が、日本で初めて太陽コロナの写真撮影を成功させている。明治23年8月には、初代中央気象台長に就任。 明治42年、糖尿病が元で英民。去年74。息子の新井陸夫は、画家となり、絵画館に収蔵されている水資絵の会見などの作品を残した。海軍職に深く携わっていた新井だが、水泳が触れてで、さらに下戸だった。反面、甘いものが大好物で健誕化。函館湾海戦時も、大量の汁粉を作らせていたほどだったが、 性格は身分、学歴をおごらず、温和でひどく謙遜家だったと言われている。気象台長時代には、部下の報告書を見て決して訂正することなく、四国結婚と言って許可したので、部下立つからは、四国結婚というあだ名で呼ばれていた。一方、ある晩不意に入った強盗をやりで、猛然と立ち向かっていって追い出したという武勇伝も、残る。しかし、 宮古湾海戦などについて聞いても、あの時は夢中だったと答えるのみだったという。戸籍には、氏族や家族などとは書かずに、平民、とした。その時質問を受けた荒井は、敗軍の将、再び兵を語らず、牢獄から出てきた時に剣を捨てて、生まれ変わって再生をしたのであるから、平民となるのであると答えたそうだ。ありがとうございます。